古くから釣りのメッカとして知られている山口県の湯屋。ショア、オフショアともにターゲットは豊富で、青物やヒラスズキ、ケンサキイカやマダイなど様々な魚たちを狙って多くのアングラーが足を運んでいる。今回はそんな湯屋沖を舞台に、オーナーバリスタッフの藤岡祐樹が旬の魚であるイサキを求めてブレードをつけたジグで誘うブレードジギングに挑戦する。今回のウアパラ九州 TV は山口県湯屋沖のイサキゲームをお届けしています。おはようございます。オーナーバリ藤岡です。今日はですね、梅雨から、初夏にかけて、シーズンが絶好調の、イサキをですね、ブレードジギングで、狙ってみたいと思います。まあ、今日はね、幸い梅雨の晴れ間なんで、一日楽しく、やりたいと思います。頑張ります。で、ポイント到着したんですけど、水深が15m、20mぐらい浅いんで、まずは 15g のジグでやってみましょうかね。こういった投げ技ジグの15に、トリプル STX38 に、マスクドスピン、この組み合わせでまずはやってみたいと思います。よし、よく飛ぶ。イサキはこの食ってくるレンジを探るのが面白いですよね。ライトゲームなんですけど、ひったくるような強烈な当たりを出すのがイサキの面白いところです。お、当たった。結構今鋭いガガーンってイサキ特有の当たりでしたね。着水カウント3で鋭くこうやって誘ってから、ゆっくり5秒ホールぐらいでカカカカーンってきましたね。お、来た。お、しぶちゃんヒット。ここで藤岡の同僚渋谷さんにヒット。来ました、来ましたよ。渋谷さんはナイスサイズのイサキをキャッチ。やりました。はい、これ今投げ次郎の 20g ですね。2ライトツインアシストの S サイズで、このマスクドスピンのブレードをつけてアピールして釣りました。はい、イサキ表層から巻いてて、まあ、ほとんど上やったんですけど、ちょっとフォールの間を入れたところでガツガツと食ってきましたね。はい、やりました。やりましたね。ファーストヒット取られました。でも僕もね、同じタイミングで当たったんで、多分一緒の群れだとは思います。狙いはいいんじゃないですかね。これはインディアナです。そうですね、ブレードジギングって結構釣れるんですよね、イサキ。まあ、つけなくても十分釣れるんですけど、つけた方がより釣れるような気はします。もちろんそのブレードが回ってアピールしてくれるっていうのもあるんですけど、単純に抵抗になって、そのジグじゃ難しい、こういうスローホール、テンションホールが非常にしやすくなったんで、レンジキープしやすいですよね。なので必然的に釣果が良くなってくるっていう感じなので、最近はもうこういうブレードをつけてやることの方が圧倒的に多いです。まあ、ジグ単体でももちろんすぐ釣れますけど、この後もしばらく探ってみたものの、なかなか当たりが出ない。そんな中、船長は船を動かしながら魚の反応を探っていく。水深 10m、 浅いですね。投げ次郎の 20g でやります。もうほとんどカウントなしでいいでしょうね。
10メーターだったら。さあ当たれ。当たった？ああ今当たりましたよ。一回。ほら来た。当たるけど一瞬乗るだけ。だいぶついてきてましたけどね今のやつ。最初表層で軽く前当たりがあって、その後3メーターぐらい誘ってたら来たって感じでしたね。その後もテンポよくルアーを交換しながら釣りを続けていると、おし来た、おう、おう来た、ふう乗らない、当たりがすごいけど、もう一回行こう。当たりすごかったっすね今。カカカカーンって言われもう完全イサキ。同じとこにあります。おー来た、おーすごい引き、ほんとライトゲームっていうぐらいの持っていき方っすよね。これはすごい、なんやろ、イサキかな。当たりイサキっぽかったっすけどね。あ、イサキイサキ、やった、でかいんじゃないですか。うおー、あ、レギュラーサイズだね。やった、よいしょ。あ、とりあえず1本目朝一番出ましたね。まあ正攻法でやってたんですけど、ちょっとホール長めで10秒ぐらい持っていくとカカーンって持ってきましたね。いや気持ちいい。とりあえず1本目やりました。朝ずっとメタルジグでやってたんですけど、ちょっとねまだね潮が来てないよって船長が言ってたんで、もっとねスローに落ちるようにちょっと 15g の、メタルバイブでなるべくゆっくり落ちるようにしました。針はねちょっとちっちゃめの STX38-10 番にマスクドスピンのインディアナブレード、この組み合わせでなんとかヒットしました。よし、じゃあ続けて狙っていきたいと思います。今実は海は穏やかなんですけど、この岸からの風が結構吹いてて船が割と流れます。で、まあ、風下に向かって投げてルアーを引っ張ってるんですけど、船もねルアーに寄っていってる分、ホールがねテンションホールしてるつもりになってて、実はフリーホールで思ってる以上にルアーが早く沈んじゃってるよっていうので、そんな状況なんで、今はねちょっとね止めるっていうよりは、こうしゃくって普通だったらこうテンションホールでやるんですけど、船が向こうに行くんでこうスラッグが出てフリーホールになって杭が悪くなってるんで、こう誘ってからゆっくりそのテンションが抜けないように巻いてるって。でも実際ルアーはテンションホールしてる状態で今やってます。さっきはそんな感じで食ってきましたね。お、来た来た来た、渋谷ヒット。そこの潮目の隙のところで表層ふわふわしてたら比較的来ましたね。多分イサキですこれ。来ますよ、来た、ダブルヒット。藤岡も当たりをキャッチ。はい、すいません、やった、れだ、やった。船長も大忙し。さあ、ようやく杭がちょっと上がってきましたね。ね、釣れましたね。よかったよかった。まあ、今からでしょう。ちょうどね潮目もねできてきたんで、潮が動き出したってことじゃないですか。よし、もっと楽しんでいきましょう。よっしゃ、いい魚やりました。いや、これが多分。今のやり方が合ってれば多分この後も続くと思いますよ。まあ、誘ってちょっとホール、ホールもなるべくテンションホールになるように
リーディングで調整しながらって感じですね。さっきこの潮目で当たったんですよ。割とだから多分潮目についてるこういうもじゃこ、こういうのを多分意識して食べてるのかなと思います。狙い通りに当たりを捉えた藤岡。うわぁすごい、おおほほ、めっちゃ引く、めっちゃ引く、うお上がってこい。ヒラマサみたいに船の下に船が流されるような、うわ派手だ、うーん、そう、いったー、いやーちょっとすれがかりで大変でしたけど、なんとかやりました。いやほら、ナイスキンバッチリっすね。ここで STX の38マスクドスピンで投げ技フックですね。こうなってたんでよく聞いたんでしょうね。ありがとうございます。はい、OK です。続けて狙っていると、おお来た、腹巻きできました。いよいよ浮いてる、タコがかり、やったー、ありがとうございます、やった、いやいいサイズですね。しゃあやりました、朝の試合炸裂中ですね。いやー楽しい、やりました。スタート直後からヒットを連発させている藤岡、後半戦さらなるヒットシーンにご期待ください。今回のウアパラ九州 TV は山口県湯屋沖の伊崎ゲームをお届けしています。さあ、ですね、今この投げ技ジグの 20g ですね、キビナゴカラーでやってたんですけど、ちょっと風が強くなってきて船がね流れるスピードが上がってきたんで、より軽く、して、まあそのテンションホールができない今状況でもゆっくり落ちるように、さらにねブレードつけて、やってみたいと思います。まあ、十分これでも良かったんですけど、よりちょっとこっちの方が当たり出るかなと思って変えてみたいと思います。よし、やりましょう。追い風なんで、ね、飛距離はね 15g でも十分通る分で、より表層をゆっくり引けるように。するとルアー交換直後に、おー、来た、いきなりのヒット、狙い的中、 15g で、リフトアンドホール来ましたね。ちょっと可愛い、はい、ありがとうございます。はい、やりました。 15g に変えてよりゆっくり見せれるようにしたら、すぐ振ってきてくれました。いいっすね、いい先。さあ、ポイント変わりました。ここは川尻岬ですね。すごい岩肌が6章ですね。ここで今から狙いたいと思います。さあ、水深が16m ですね。よし、行ってみましょう。おー、来た、いきなりカウント0から誘ってホールエイト、いきなり来ましたね。いやー、この景色が気持ちいいですね、これ。あー、外れたー。まあ、まだいるでしょ、でも、はい、ちょっとドラグがちょっと強いかもしれませんね、緩みおかすぎ。今も着水同時で当たったんで、ちょっとね表層すごい意識してるのかな。ただ引きやってみましょうか。
ょっとアプローチ変えてみます。当たったですけどちょっと続かないんで、メタルバイプとマスクとスピン、この組み合わせで。今日はどっちかって言ったらメタルジグでテンポよく探って、こうやってフォローで違うアプローチで擦れてから拾ってるって感じですね。ちょっとアプローチ変えるだけでこうやって反応しなかったらしだすんで、まあちっちゃいので抜き上げちゃいましょう。よいしょ、バッチリアプローチ変えたら一発でした。 SX38 バッチリですね。フロントフック顎にしっかりかかってます。これじゃバレないですね。よし。その後も当たりは止まらず、あ、外れた。うっ、来た。群れでいるんですよね。一匹外れてもそのまま誘ったら来ました。今度もナイスサイズのイサキをキャッチ。すごいロケーション、気持ちいいですね。こういう中でやると水深が14m、ほぼ表層ですね。今当たってきてるのはほぼほぼ表層で、こういう流れ藻とかについてるモジャコとかをね結構食べてるんですよね。なので潮目が出ると釣りやすいです、イサキは。なので表層付近の方が反応いいんですよね。実際にいる層よりも上を狙ってるといいです。でこういうとこ平続きも出るんで、普通にあのブレードジーニングだと。よし、あの潮目の手前で、やっぱ潮目ですね。潮目にいますね魚が。そこにベイトがいるんでしょうね。よっしゃ、よし、すみません、ありがとうございます。やりました。パターン的に一緒ですね。表層で潮目が絡んだところで当たってくるって感じですね。フッキングもバッチリやりました。フックはね STX のね 38ZN 10番使ってます。完全にパターンを掴んだ藤岡に当たりが止まらない。おお、来た、連発。今使ってる針がこの STX っていうシリーズを使ってます。で従来だったら ST スインガートリブルっていう、まあ36とか46とかああいう本当バーサタイルな針があるんですけど、それと違って STX シリーズっていうのは何かに特化したスインガートレブルエクストラの略ですね。今使っている38っていうのはまあ大体20センチから60センチぐらいまでの、まあ、小中型との合わせた針で、まあ、こんな感じで特にね口切れがしやすいトラウトとかイサキとかシーバスとかっていった時に、ここの懐がラウンド形状になってて全体的に面で捉えることによってこういう口切れを防ぐような設計にしているっていうのが38の特徴ですね。こんな感じです。さらに続けて、うい、おお、もう何連発か分からん。うお、この緩急極まる縦引きっていうんですか、叩き引きっていうんですか、すごいっすよね。ツッコミが最後まで諦めないと。すいません、ありがす、バッチリ。ちょっとこのずっと当たってたバイブレーションの当たりが止まったんで、こういう時はジグに切り替えます。15グラムですね、投げ技ジグ。
にマスクドスピンをセットしてやります。動きの質をね変えるだけでも全然反応がガラッと変わったりするね。基本的にはもうジグもバイブレーションもタックルは一緒でいいと思います。まあ、PE が06か、まあ、ちょっと大きい下道が混じるようなエリア、平続きとか平正が入るようなエリアだと08ぐらいで、リーダーが16ポンドから20ポンドぐらい。そろそろ残りの時間が少なくなったところで、よし来た。はい、やりました。最後の1本も、両肩で来てくれました。まあ、今日はですね、梅雨の晴れ間で、いい天気の中、SLJ のブレードゲーム、イサキのブレードゲームですね、楽しませてくれました。まあ、この釣りもね、那須、初夏ぐらいまではしっかり遊べると思いますので、また皆さんもぜひ遊びに来てみてはいかがでしょうか。楽しいイサキゲームが待ってます。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。